ということで新しいたまごっちを育てます。早周期が早すぎる。多分いずれ生まれます。卵が今回マジでたまごっちやる時間なさすぎて、そうもう気がついたら夜で寝てたみたいなことが全然あって、あんまりねお世話してあげられなかったから、今度はちょっとでもお世話できたらいいなと思いますね。ちょうどその稽古の期間とあの成長ある程度成長した期間重なるとねお留守番機能が出るから、それをなんとか頑張りたいね。いつ割れるかな。あ、振ったら割れた。それともたまたま？なんか生まれたけど今度ピンクだ。え？今までさ黄色で黄色だったんですよ体が。そしたら今度ピンクの子が生まれました。赤ちゃん期と赤ちゃん期にも違いあるんだ。ないと思ってた。結局前育てた子起きてる時に会うこと全然なかったよ。ごめんな。とりあえずミルクあげてます。とりあえず撫でます。かわいい、まつり生えてる。そうやっぱね、学校の時難しいんだよね。学生、私が学生の時、小学生の時は家に置いてましたね。で、もう大体家から帰ったらもう部屋がちょっとぐちゃーってなってるから掃除してみたいなことが多かったかな。でもやっぱそう、それだからちょっとあんまりあまりっていうかぐれちゃうこととかもね多かったですね。指輪って使えんのかな。あ、使えないか、さすがに。
風呂入っとく。ちょっと動いたからご飯お腹空いたかな。何か絵本以外で遊べるものってないのかな。これはまだ使えないかしら。ごめんなさい、ね、やっぱまだ絵本しか遊べないか。ポケモンみたいな戦闘ある系はやらないね。そもそもあんまりそういうゲームをしたことがないかも。戦闘系じゃないけど、まあ Wii スポーツはよくやってたんだけどね。 Wii スポーツと、なんだろう、戦闘系で思いつくもの、妖怪ウォッチもやってみたいなと思いつつやったことがなくて、まあ妖怪ウォッチは戦闘系なんかちょっと微妙に分かんないんですけど、そうだね、まあ、RPG ものはしたことがないね、ほとんど。っていうかないや。妖怪ウォッチのゲームは世代違うから知らなかった。てか妖怪ウォッチはもともとゲームです、確か。私もう知らない、詳しくは知らないんだけど、妖怪ウォッチは確か元はゲームなんですよ。原作っていうのか分かんないんだけど、はゲームです。ゲームからアニメになったはず。あれです、あのレイトン教授と同じ会社のゲーム、確か。友達がやっててるよね。そう、友達っていうか親友がやってて、ごめん今めっちゃガサガサしてますけど、そう、私はアニメしか見たことないんだけど、そうそう、何のきっかけでアニメ見始めたんだろう、全然覚えてない。ちょうどでも妖怪ウォッチのアニメやってる時、私中学生とかでめっちゃハマってた。映画も一応毎年見に行ってました。まあ、ちょっと見に行けてない作品も何個かあるんだけど、映画、うん、
ちょっとポーチの中を整理しないといけないと思います。そう、私いろいろお薬いろいろ入れてる、錠剤をいろいろ入れてるんだけど、それをね、さくらちゃんのクリアポーチの中に入れて持ち歩いてます。そう、錠剤とか目薬とか、あと塗り薬も入れてる。でこんなにいっぱいあるのに、なんかいざ必要となった時にもうその錠剤代とかいうことめっちゃあるんですよ。なんなんて思うけどね、マジで。まさに今日の朝それでめっちゃなんかいつもは持ち歩いてるのに、もう最近全然使ってないし今日はいいかなみたいな、あの今回は大丈夫かなみたいな時に限って使うんですよ。本当になんでってなるんですけど、普段、あ、待って、たまごっち体調崩してる、びっくりした。今私がお薬の整理をお薬ポーチ整理してる時に一体何があった。あ、元気になった、よかった。でお部屋を掃除しようね。やっぱこういう小さい時にいっぱいね、なんかお世話するじゃないけどっていうのは大事なんだよね。そう、そうそう、生まれたての子は目が離せない。まあそれってしょうがないよね。しょうがないっていうか、もうそれがそうなんですよ。どんな生物も生まれたては目が離せないものです。動物をちゃんと育てたこともないのでわからないんですけど、ぐれたりは全然しますね。このさ、なんかちょっと微妙にお腹空いてる時ってミルクあげていいものなのかどうなのかがわからないけどね。なんかあんまあげすぎも良くない気がするけど、でもあげすぎなかったらお腹空かせちゃうから微妙なんだよね。おやつとかの方がいいのかな。常にお腹いっぱいの状態がいいのかわからない、そもそも。そう、っていうことがありますね。でもやっぱたまごっちは楽しいです。でもそう、あのこれ今腕時計みたいになってて、で一応この腕時計の機能みたいな外せるんですよ。で、あの首から下げるタイプにもできるんだけど、でもそれでもこんなにたまごっちって薄かったっけって思ったんだけど、意外と赤玉とかっていうちょっと昔のたまごっちはまあまあ薄めだったし、なんだったら私が持ってるあのカラーになりたての頃はちょっと厚かったなみたいな、分厚かったのかなみたいな感じに思いますね。可愛いから腕時計にしてる。びっくりした。はい、ということで15分経ったので今日はここら辺で終わりにさせていただきます。また明日も朝というか午前中、多分今日とまあ似たような時間帯に配信するので、ぜひ見ていただけたらと思います。それじゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位、菜食健美さん。12位はやちゃんさん。11位ともさん。10位金ポテさん。9位片栗小次郎さん。8位カラスのかあこさん。7位飯田ひろゆきさん。
6位ママさん、5位プレジョンさん、4位夏目さん、3位新島渡さん、2位海指さん、1位が玉国さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日ね。ありがとうございました。またねー。